ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、真昼の決闘。監督は、フレッド・ジンネマン。1952年の作品です。かつて、ハドリービルの街を支配していた悪党、フランク・ミラーが釈放され、正午ちょうどに着く汽車に乗って、街へ復讐に戻るという。保安官のイルは、ミラーを待ち受けて戦うために、住人に協力を求めますが、ミラーとその仲間たちを恐れ、誰一人助けてくれる者はいません。汽車は駅に到着し、果たして、というお話です。主演はゲイリー・クーパー。共演は、グレイス・ケリー、トーマス・ミッチェル、ケティ・フラドほか、正義は勝つ、という西部劇お決まりの流れに、一石を投じた問題作。1時間半ほどの上映時間は、ほぼリアルタイム。新人女優のケリーが、重要な役で抜擢され、大いに注目されました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。